はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと昔からね、夢というか願望があって、ホテルのこの朝食とか行くと、なんかサイド目になってる大きいケーキあるの分かります？ホテルの朝食、夕食とか、そのバイキングみたいなのにあるケーキあるじゃないですか。ああいうのって、まあ、デザートがてら1個2個このちっちゃいやつを取っていくと思うんですけど、あれをね、こう丸々1本食べてみたいってずっと思ったんですよ。なんで買っちゃえと思って、めちゃめちゃ今回は買ってきました。はいはい、いいね、よいしょ。今回ね、4本買ったんですよ、4本。まずはモンブラン、うまそう。えいよい。続いてこちら、これ宇治抹茶。続いてこちら、ブルーベリーと、でこれが最後、マンゴーでございます。多分この甘いのだけじゃきついんで、うどんとカルビ弁当も買ってきたんで、一緒に食べていこうと思います。そしたら早速食べちゃおうかな。いただきます。まずはちょっとモンブランから。いいよいいよ。え、モンブラン、うん、あのまんまだ。うん、冷凍だからなのか、スポンジはね、パサパサ。でもね、クリームは美味しい。うん、うん、うん、詰まる。ちょっと次抹茶で、こっちの方が柔らかい気がする。よっこいしょ。お、抹茶入るこれ。こっちの方が柔らかい、うまっ。よいしょ。うんうん、このね、上に乗ってる小豆がまたいい。ブルーベリーシート。いいよ。あ、うん、さっぱりしてる。全然重くないわ。いいよ。は、まやっぱこうフルーツ系いいね。さっぱりするよ。マンゴーも期待できるでしょう。いいよ、マンゴー。うん、マンゴーはね、果肉感すごい。この見た通りさ、果肉がすごいのよ。これうまい。優勝かもしれない。うん。うん。ま。モンブラン詰まる。見た目はそんなないけど、実際食べてみると結構量あるね。うん、ああ。でもこの一本で何人前なんだろう。このちっちゃいさいの目に切ったらさ、めっちゃ取れるよね、これ。よっ。ちょっと、水分が、やばいやばいやばい。
ちょっとそろそろこれしょっぱいもいっていいですか。まずこれよいしょ、牛カルビ弁当、これめっちゃうまいよね。うん、これは昔からいつ食べてもうまい。でこれがね、ちくたま天うどん、ちくわと味玉の天ぷらが入ってる。うまっ。ちょっとこっちも食べないとなくなっちゃう。正直このモンブランとか宇治抹茶みたいなもったり甘い系が4本だったら食べきれなかったかもしれないけど、このねフルーツ系のさっぱりがあるからこれ今日余裕でいける、余裕。うん、なんかめっちゃ幸せだな。普段あれは1個とか2個ぐらいしか食べれないから、こんな一気に食えるのっていいな。でこうやって今一口で食ってるけど、これだけで今 2,3 ブロック分でしょ、一口で。贅沢すぎる。うん、半熟なんだけど、すごくないこれ。うどん終わってしまいました。うまい。あー、いいのかな今日こんなに余裕で。ちょっと心配になってくるんだけど。もうね、こんだけケーキ食べてるとコーラ全然甘くないもん。これ宇治抹茶もうまいな。めちゃめちゃしっとりしてる。ますかね。どうやっていこう。こうだな。うん。うん。口いっぱいに美味しいの入ってる時ってめっちゃ幸せだよね。わかりますこの気持ち。うん。最後デザートにしたいから先こっち食べよう。
食でございます。たら最後にマンゴー。さすがにこれは入んないよな。ブルーベリーもちょっとでかいもん。これはいけないよね、多分。見誤った。ごちそうさまでした。はい、ということで今すべて食べ終わりました。やりたかったことがやれた、この幸せ今すごいの。今満足感がすごい、満たされてる。正直ね、なんかそのまあ冷凍とかではあるので、スポンジの硬さとか作ったばっかりのケーキに比べたら確かに普通かもしれないんですけど、なんかね、その大きさとかもいろいろ相まってね、なんかね、めっちゃ良かった。やって良かったわ。ぜひね、こういったものをご家庭でも簡単に頼めますし、そんなにね、高いものではないので、やってみたいなって方がいらっしゃったらね、この一本丸々食い、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。